はい、どうも。ではね、今日も早速ね、張り切っていきたいと思います。後悔しない生き方。よし、じゃあ行きましょうか。ネガティブな言葉が頭に浮かんだら、その勝負には負けている。きたなー、きたなー、その勝負には負けている。俺もう負けてるやん。これあれやろ、多分思考は現実化するっていうことや。いやー、ネガティブな言葉な、浮かんだら負けてるって。俺結構浮かんでしまってるな。浮かんでしまってるけど、前よりは減ったな。俺今 YouTube やっててまだ今フォロワー60人ぐらいしかおらんから、みんなお願いしますよ。まあそれは置いといて、まあな、それで60人ぐらいしかおらなくて、今年中に1000人やるっていうふうに言っちゃってるけど、おいほんまにできんのかみたいな、ちょっとね心の中でやっぱ思っちゃってるもんな。そのためにはなんかこうあーしなこうしなみたいな、ちょっと今試行錯誤してんねんけど、動きながらね、動きながら。いやでもなんかその心の中にね、ほんまに大丈夫かなっていう不安みたいなのはあるな。あるある。でもその時点でやばない、負けてんねやろ。そういうことか。だから今こそやっぱな、あの昔斉藤ひちょりさんが言ってた、今こそね、言葉は言霊や、自分にはできるっていう風に思わないとね。無理やりでも思わないな、無理やりでも。だからもう普段から自分が言う言葉とかも変えていかない。いや俺な、前な結構最悪最悪みたいなことをよく言ってて、いつも最悪って言うよねとか言われたことがあって、でも最近そういえば最悪って言わなくなったよねみたいなこと言われて、ああそうなんやって。それはな、自分でも全然意識はしてへんかったんやけど、ほんまって俺そうなんやと思って、まあ別にそれはどうでもいい話やねんけど、多分なそのネガティブな言葉って癖になってると思うね。勝手に自分でもそういう風に思わなくてもええことでも癖で勝手に思ってしまってるっていうところはあると思う。やっぱな、まあ誰にでもなんかこうな、あの人のこといいなとか羨ましいなみたいなとかあるやん。でかい家住んでてみたいな芸能人のやつとか、なんかこうすごいうまそうな飯食ってるみたいなのがいいなとか、まあそういう風に憧れるけど、その憧れるその人っていうか、そういうものだったりその人になんかこの一歩でも近づこうとしない自分が結構持ってんな。いやできるできないはやらないとわからないし、なそのやらないとわからないのに一歩でもその人に近づこうとしなかったら全くまあできないわけや。それじゃあ、それなんでかって言ったら、多分自分の心の中でな、意識してなくても俺には無理だっていう思いがあるんだよな。それが止めちゃってたのかなって思う。まあな、うまくいってない時ってやっぱ辛いし、なんかこう気持ちだけでもがき苦しんでて何も行動を起こせてないとか、そういう時ってやっぱまあ人には見えへんけど、やっぱ本人ってやっぱ辛いやん、そういうのって。でもそれをもうぶち破ることができるのは、まあ本当自分しかおらんねんな。自分しかおらんの。な、人はそこな、そこに対してその手伝うこととか助けることっていうのは、できないの。それは自分で打ち破るものな。だからまあ打ち破るためには、まあ前回の動画でも言ったけど、ちょっとした成功で、成功というかちょっとした目標でいいから、それをどん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 繰り返し繰り返しやっていく、毎日毎日。多分そうすることで本当勝手にな、勝手にその3ヶ月後にはついてくると思うから。まだ3ヶ月俺も YouTube やって経ってないから、まあ何とも言えへんとこあるけど、でも3ヶ月経っただけでは本当多分自分がすげえな、気持ちがすごいハッピーになってたりとか、もっと今の状況よりもっとな、今の仕事を楽しめてる自分がいると思うねんな俺は。なんとなく想像つく。
だそれがやっぱ大事だと思うし、それを心に秘めてやっぱ自分の発する言葉から変えていくっていうことを俺はもっと意識しなあかんなと思ったな。普段から使う言葉、本当にそうなんかとか、もうそんなこと無理やしって思ってても、もうなんかこの言っちゃったりするんだ。楽しくなくても楽しいって言っちゃうね、うん、いやそれは言えへんかもしれんな、楽しくないって言っちゃうかもしれない。まあでもそういうね、前向きな気持ち、自分の気持ちがついていってなくても言葉を先にもう出しちゃう、それがいいと思う、うん、自分で自分のケツを叩くってことや。言葉は言霊、思考は現実化する、誰かが言ってたよ。じゃあ今日も行ってらっしゃい。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。